よし、熱い熱い、ちょっと待ってね。せっかくだからね、こんな感じでね。うおー、素晴らしい。今ね、ここ階段ちょっと降りて、じゃ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 ーん。これはね、薄い、ブルー、薄いブルーで、これから白が強いかな。これから濃い、あれになっていくのかな、パープルになっていく感じ。それでほら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 、見て見て見て、これほら、かわいいよね。真ん中がね、白で、外側に向かってピンクが濃くなってってるの。超かわいい。それでさ、ちょっと三角っぽいかな、四角っていうよりはさ、お花の形も違うのよね。ね、かわいい。すごーい。うおー。ほら。こっちはこんな感じ、4枚ね、すごいね。あ、こっちはちょっと葉っぱっぽい感じかなね、かわいい。いろんなタイプのあれがあるね、よく見るとね。すごい、うわー、ゴージャース。わーい、リングさん、お花大好きなのよ。今の時期は紫陽花だね、最高だね、アジサイ。おー、シーくん、おはよう。見て、シーくん。これすごいよ。かわいい。初めて見た、これ。外側に向かってね、こうピンク。で、真ん中がね、ほら、白でだんだんピンクになるんだね、これほら。あ、いらっしゃい。嬉しいな、これ。うわ、うわ、でかい蜂みたいなやつ。あれ、蜂ではないんだろうけどね。うぅ、怖っ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 。よいしょ。ほら、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 ほら。きれー。今日はさ、なんだっけな。ちゃ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 ーん。この後さ、この園内をさ、一周、ぐるっと一周するさ、シャトルバスみたいなのがあるのよ。それで乗ったことないからさ、それ乗ってみようかなと思って。それで、その後ビーチ。うわ、こんな感じ。うわ、うわー、かわいい、ほら。こんな感じ、超ゴージャス。ねえ、素敵。いやー、アジサイかわいいねー。こんなに種類があるなんて知らなかったよ、アジサイ。ほら。かわいい。今日はね、すごいお天気も良くて最高なのでね、ぜひ皆さん、今が見頃なので、この週末興味のある方は、ここね、葛西臨海公園実際見にいらしてみてはいかがでしょうか。すごい。でもね、暑いよ。それでさ、虫刺されとかね、結構ね、やばいので、虫除けスプレーはね、絶対してった方がいいよ。リングもね、ちょっと虫に刺されちゃって、ちゃ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 ん、こんな感じ。イエイ、見える見える。なのでね、虫除けスプレーを厳重にしたわよ、さっき後で動画上げとくので、よかったら見てね。はい、それでだって、ほら、このピンクのお花ね、すごいよね、すごいよね。それでちょっと待って、こんな感じで、向こう側がね、葛西臨海公園駅で、ちょうどこのね、橋のところにあるのよ、駐車場に向かう橋のところ。じゃじゃーん、こんな感じで、もうね、最高。じゃーん。てか、暑い。今日24度だって。
うわ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 、むしむし、ちゃ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 ーん。ということでね、これからね、ちょっと待って、これで大丈夫かな、あ、これなら大丈夫か、こんな感じ、もうちょい上の方がいい、ごめんね、ちょっと揺れるかも、はい、あそこにさ、シャトルバスがあるじゃない、あれ乗ってビーチまで行くか、乗ったことないのよそれでさ、なんだっけな、この間あそこのフラワーガーデンのシャトルバス動画撮ったのね、それがね結構大人気で、みんなシャトルバス好きなんだね、乗り物大好きなのかなね、あ、もう行っちゃうかな、次のでいいかな、来てはいるんだけど、まあいい、乗れない、ちょっと待って、ほら来てはいるんだけど、まあいいかな、次かな、よいしょ、熱い、あ、並んでる、あ、並んでる、じゃあこれ、ここかな、ここみたい、チケットは車内販売で買って、混んでるね、すごい、こんな感じで、あ、もういっぱいだ、はい、ご利用の方は、あ、はいあ、はい、はい、ゆんちゃんここだよ、ここ2名様で、はい、乗れんじゃないの、そうね、乗れるかな、一番後ろ空いてるかな、はい、はい、すいません、バイバーイ、リーリーとバンバとリーリーとチャタとリーリーとこれ拾っちゃったのか、ごめんね、切れちゃったみたい、いいですか、ケン、あ、はい、あそこの8番のとこどうぞ、あ、はい、すいません、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、はい、すいません、2人だけ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ありがとうございます、すいません、この引っ掛けちょっと、8番だそうです、あ、はい、すいません、あ、はい、すいません、はい、すいません、すいません、あ、すいません、ありがとうございます、はい、すいません、後ろ側で大丈夫ですか、前向きに進む、あ、そっかそっか、そうです、はい、よかった、あ、すいません、はい、ありがとうございます、早速ですがチケット販売となります、1枚で350円いただきます、350円、はい、はい、すいません、お願いします、先にチケットと、あ、はい、すいません、650円、あ、はい、すいません、ありがとうございます、はい、一周ね、350円だそうです、これって、途中で降りることってできますか、停留所7カ所あるので、ね、7カ所、はい、お知らせした場所で降りることです、あ、はい、すいません、なんかね、なんでこんな感じ、見えるかな、停留場がね、7カ所あるそうです、なので、
歩いていくのであれば、あのガラス張りどうかな、こんな感じかな、景色見たいよね、ちょっと待ってね、相席中なので、他の人になるべく一番いいよ。こんな感じで、ちゃちゃちゃん。こんな感じで。どんな感じがいいかな。これがいいかね。この辺がいい？こんな感じ？どういう風にしよっか。ママ、これが歌わないと。そうだね。こんな感じがいいかしらね。ちょっと待ってね。こんな感じ。ちょっと待って、難しいな。そうだね。だそうだ。こんな感じで大丈夫？ね、ビーチのところで降りるつもりなので、ちょうど半分。暑い。まあいいんだよ。まあいい。イエーイ。まあいいんです。パークトレインっていうんだって。パークトレイン。はい、それで相席で乗せていただきました。今日ね、あの家族連れがあるんで、ちびっこいっぱい。かわいい。まだ出発しないの？そろそろかな？出発、あ、そろそろ。公園サービスセンターより海岸でリゾート地をお楽しみの皆様、お願いいたします。水辺の岩場では足元が大変滑りやすくなっています。そう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 、ここの岩場ね、やばいのよ。貝殻などで思わぬ怪我をすることがあります。そうそうそう、やばいのよ。十分お気をつけください。息子が経験済み。公園サービスセンターより、お待たせいたしました。まもなくパークトレイン出発いたします。この水族園は参りません。ここが一番近い停留所となっております。水族園は一周して戻りになられてからご入園予定の方は行ってください。今すぐ行かれたい方いらっしゃいますか？大丈夫でしたらそのまま出発します。出発したらこの先7カ所の停留所がございます。近くなりましたらお知らせいたしますので、降車希望のお客様は手を高く上げていただくか、左右の柱についているボタンを押して車掌までお知らせください。なお降車できる場所は緊急時以外各停留所のみとなっております。また運転中ブレーキや発進の際、大きく揺れる場合がございますので、小さなお子様は大人の方がしっかりと支えていただきますようお願いいたします。トゲトゲしい岩じゃなくて石みたいな感じのところにね、苔があって、そこで転んじゃうみんな。だから気をつけた方がいいよ。岩場行くときはジーパンで行った方がいい。本日はパークトレインをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ちょっと見てあげようか。このパークトレインは園内 3.1km を約25分の予定で下回りいたします。ゆっくりと走行しておりますが、窓がないため足にお座りの方、特に小さなお子様は十分ご注意ください。また安全運転を心がけておりますが、やむを得ず急ブレーキをかける場合がございますので、途中で立ち上がったり、次の移動を考えようお願いいたします。
本日皆様マスクの着用をご協力誠にありがとうございます。感染予防のため最後までマスクの着用をお願いいたします。さあ、水筒やペットボトルでしたら水分補給していただいて構いません。この公園は以前は海の中でした。17年間の歳月を経て平成元年に公園を開園いたしました。広さは約80ヘクタール、日比谷公園の約5倍、東京ドームがなんと16個も入る広さとなっております。この葛西臨海公園一帯は太平洋へつながる東京湾と限りなく広がる大空を背景に緑と水と人との触れ合いをテーマに5つのゾーンを設けております。野鳥の観察ができる鳥類園ゾーン、マグロの風合いで有名な水族園ゾーン、海辺で潮風を満喫できる潮風の広場ゾーン、大観覧車のある芝生広場ゾーン、そして水遊びができる海浜公園ゾーンがあります。左側は第3駐車場です。この公園の駐車場は約1600台の車を迎えできる24時間体制の駐車場となっております。第1駐車場24時間体制だそうです。車を揺れる。まもなく鳥類園ゾーンへ入ってまいります。この先ゲート開閉のため一時停止いたしますのでご注意ください。同じクラスのおばあちゃんの男の子がそれに気づいてあんま舐めない方がいいなって言ったので寮が最後マンションにもう言わないでねって言ったら、ママ音頭おかしいからね、なんかあれなのよ、わかわかなしなんだっけ。ママ、もう出る。わかわかなしなんだっけ。ママ、もう出る。降りない。わかわかなしなんだっけ。マジサイじゃなくて。あれだよ。ちょんばわりの子がいてるところだよ。うん、揺れる。のぞみ。のぞみに行くような形だから。悪気がないのかもしれない。ね、うん、シール。しょうがない。もっと嫌なことされたら、その子は笑っちゃう。今すごい口悪いみたいですけど、大丈夫ですか？ご笑いで、ほんと強いです。発車いたします。ここも言ったよ。すごいね、鳥類園、広い。見つけたらいいですか？マスク。もう毎朝そいつらに会ってる。すごいね。噛まれたいよ。うわ、揺れる。進行方向左側は鳥類園です。鳥類園の中には淡水の亀の池と淡水と海水が入り混じっている下の池がございます。年間を通して150種類近くの5万羽の野鳥が訪れます。野鳥の種類としては秋から冬にかけて渡ってくるカモが圧倒的に多く、中でも水ガモが 80% 約4万羽を数えます。四季を通して野鳥と触れ合うことができる都内でも貴重な場所の一つです。池の周りには小さな観察小屋や覗き窓がございますので、そちらから静かに野鳥を観察することができます。そして左手小立ちの奥には丸い屋根の建物、ウォッチングセンターがございます。2階建ての施設になっておりまして、映像やパネルによる展示が楽しめるほか、双眼鏡での野鳥の観察ができます。初めてこっちが来てる。こちらウォッチングセンターは休業中となっておりますが、定例の観察会は毎月第2日曜日、第4土曜日に行っております。機会がございましたらぜひご利用、ご参加ください。アジサイ綺麗だな、アジサイ。あ、痛いだろうね。
まもなく最初の停留所、ウォッチングセンターに入口でございます。降りるお客様は手を挙げていただくか、こちらのボタンを押してお知らせください。こちらはよろしいでしょうか。すごいバードウォッチングしてる人がいっぱいいる。よろしければ通過いたします。なお、お知らせのない停留所に関しましては通過となりますので、ご注意ください。また、緊急時などは柱のボタンを押してお知らせください。係の者が伺います。すごい。左手にはディズニーリゾートがご覧いただけます。こちらからはシンデレラ城やスペースマウンテン、プロメテウス火山などがご覧いただけます。あ、見えた見えた。そして間もなく右手には丸いガラスドームの建物、水族園がご覧いただけます。こちらからはドーナツ型の巨大水槽ではクロマグロなどの群映がご覧いただけます。また日本最大級の展示場では150羽を超えるペンギンたちが飼育されております。現在水族園の裏手を走行中です。左手には東京湾が望めます。しばらくこの水辺を走行いたします。見晴らしがいい時でしたらこちらから遠くは房総半島やアクアラインの中間地点カジノ島もこちらからご覧いただけます。そうそうそう、それでここもさ、あの斜面のところに、まもなく次の停留所、水辺ライン船乗り場前です。なんていうの、水上バスご利用のお客様はこちらが便利です。石垣みたいな感じになっているんだけど、お客様はお知らせください。こちらよろしいでしょうか。降り切ったところにお店の近いところに影が生えてるんだよ。それで有名な場所があるのね。だからみんなね、気をつけた方がいいよ。その岩場行くときは長ズボンで、そうすればほら、すりむいたりとかしないで。水上バスのお台場までの料金は大人坂行き1200円です。次の水上バス出発時刻は13時45分発です。13時45分発です。船は大変見晴らしのいい船となっております。機会がございましたらぜひご利用ください。大変何やってるからね、ピンクの息子小さい時に小学校は上がる前ぐらいだったと思うんですけどね、まだ小さかったから。本当にね、つるんと転ぶのよ。そしたらね、売店のお姉さんがね、すごい有名なとこに行ってた、そこ。だからね、みんな気をつけてもくれるんだよ。右手に見えます総ガラス張りの建物は展望施設となっているクリスタルビューです。2階からは東京湾を一望することができます。もうちょっと向こう側なんだけどね。あ、でも今はもう届かないようになってるのか。まもなく次の停留所渚橋前です。橋を渡って渚砂浜へ行かれる方はこちらが便利です。それではお客様はお知らせください。こちらはよろしいでしょうか。ここはい、ありがとうございます。次停車いたします。向こう側のビーチは大丈夫だから次降ります。到着いたしましたら係の者が扉を開けに参りますのでしばらくこのままでお待ちください。今ねこうテントとかねすごい流行ってるみたいね。降りるお客様ご案内いたします。あ、はい、降ります。そう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 。あ、ここ変わったんだね。今なら大丈夫かもしれないけど、でも危ないところは変わってないと思う。あ、降りますか。
先ほどのチケットがここで無効になりますので、ご了承ください。あれどこだったんだっけ？降ります。はい、かしこまりました。降ります。私来ますね。先降りちゃってる。あ、ありがとうございます。先ほどのチケットここで無効になるのでご了承ください。はい、すいません。ありがとうございます。はい、すいません。またお待ちしてます。どうも。すいません、ありがとうございました。すいません、バイバーイ。それでね、バイバーイ。そうそう、園内周遊。そう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 、ちょうどね、ここにさ、売店があるでしょ。それでね、この売店からまっすぐ来たそこ、本当にこんな感じでね、もうそれこそ30年まで経ってないか、まあ、20年ぐらい前の話だけどさ、ちょっと怖いので、あ、今はこう危なくないように通路ができてるね。ほら、ちょっと荷物一旦ここに置いとくね。昔はこういう通路とかなかったからね。そうそうそう、あ、今はもう危なくないようにはなってるね。あ、でもへー、どうだったかな。あ、でも変わってるね。やっぱり本当に怪我人が多いから変えたんだろうね。それでさ、もう昔はね、もう ここがね、そっちまであったのかな、ちょっと覚えてないけど、あ、ちょっと汚いな。ちょっとさ、こういうさ、こうゴツゴツした岩があるじゃない。それで降りて、まあ手が届いたのよ。今はもう あんまりにも危ないから届かないようにしたのかもしんない。怪我人の続出だから。だってね、それでほら、こういうところにさ立ったんだろうね。ちょっとどう普通にね、一緒にいてね、手つないでてスポンと転んだのよ。それさっきさ、なんだっけ、暑かったからさ、もうハーフパンツかなんか履かせたのかな、短パン。そしたらほら、もう足むき出しだからさ、そのまんま膝小僧ぱっかり開いて、なんかもう絆創膏で間に合うかなと思ったらさ、売店のお姉さんがさ、ここはね、もう有名な場所なんですって。だから今はもう大丈夫みたいね。大丈夫なようにしたんだね。あまりにも多いからね、きっと怪我人続出で。それでもやっぱりあそこの方は、奥の方は危ないから行かれないようにはなってるみたいだけど、でも行っちゃうことかもいるだろうからね、あのお魚取りとかね。だから気をつけてね。そうそうそう、見て見て、すごい綺麗。そう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 、そんなこと思い出すよ。そう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 、あんまりプライベートな話とかはねしないんだけど、よっしょ。ちっちゃい子たちね、ちびっこ連れの家族連れの方はね、ぜひね気をつけてくださいね。ほんと危ないから、わかんないしね。そう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 、それで何針の縫ったかな、6針かな、何針かな縫ったのかな、それで、ね、そのさ、麻酔がねめちゃめちゃ痛かったらしいよ。本当にもう先生何人もでこう押さえつけてさ、手術してもらったんだけど、こう縫ってもらったんだけど、先生も大変だったみたい。男の子ってさ、やだーとか言ってる時に力って強いじゃない、暴れてる時ってめちゃめちゃ大変だったと思うんだけど、本当皆さん、水場はね、ビーチの方は遠くに行かなければ大丈夫なので、岩場じゃなくてせっかくねこうビーチがあるので、ぜひねビーチの方で遊んでほしいと思います。リングは見て見て、ここの原っぱ草原素敵よね。はい、こんな感じで、それでもうあそこオープンになったのかな、ちょっとわかんないけど、それでそこ見てみて、お花畑作ってるの、すごい綺麗。まだできてないね。
もうちょっとかな。お花畑もう入れるのかな。まだっぽいね。まだっぽいけどすっごい綺麗だよ。うわー素晴らしい。じゃ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 ー最高。じゃ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 。イエーイ。ほらほら花壇整備作業。うわちょっと待って。ほらすごい素敵。うわー綺麗だな。ちょっと待ってね。ちょっと待って。